ケビン・クラインは、アメリカ合衆国ミズーリ州出身の俳優。ワンダとダイヤと優しい奴らでアカデミー女演団優勝を受賞した。また、トニー賞は3度受賞している。ジュリアード音楽院で演技を学び、舞台俳優としてスタートした。オフ・ブロードウェイ、ブロードウェイで活躍し、1978年のオン、ザ・トゥエンティース・センチュリーと1981年の ザ・パイレーツ・オブ・ペンザンスで、トニー賞を受賞。その後テレビのソープオペラなどを経て、映画界でも活躍している。1982年、ソフィエの選択への出演で、日本でも顔が知られるようになった。以後は、ロマンスや、青春物での高青年を演じたり、舞台劇仕込みの奥の深い演技や、近年ではコミカルな脇役、憎まれ、役など幅広く活躍する。 舞台のプロデュースも多く手掛けている。1988年に、ワンダとダイヤと優しい奴らでアカデミー女演団優勝を受賞。2017年公開の実写版、美女と野獣に、ベルの父モーリス役で出演。2017年、プレゼントラフターで、トニー賞演劇主演団優勝を受賞した。1989年に16歳年下の女優、フィービー・ケイツと結婚した。 二人の間には1991年と1994年にそれぞれ息子が生まれている。ありがとうございます。